はい、画面の前の奥様、もしかしてダイソンの掃除機お持ちではないでしょうか？確かにこれは便利なんですよ。これコードレスのやつでね、もう気軽にね、掃除機がかけれる。ただね、ちょっとこれでも不便なことがございます。まあ、これ先端の方はね、まあ、こんな風に取り外して、まあ、こういうものにね、付け替えたりすることができます。ただしね、これセット内容であんまり良くないんですよね。例えばこことかね、他にもこことか、他にはこことかですね。結構ね、この本体ボディが大きくて、結構入り込めない場所がいっぱい存在するのです。そこで昔ね、こう、蛇腹式のやつがあるといいなぁと思ってたらね、あったんです。オプション品として用意されてたらしいんですね。ということで本日はね、2種類のオプション品をご紹介したいと思います。はい、本日紹介するのはこちらです。ではまずこちらの方から紹介いたしましょうか。こちらの方は隙間ノズルと言いましてね、まあ、これ商品の写真だけじゃどんなもんかわからなかったんですけども、Amazon のレビューを見てね、なんとなくこういうもんだってのが理解できました。まあこれね、このまんまだとね、先ほどのこれとね、全く一緒じゃんかっていうか、ちょっと伸びたぐらいにしか思えないでしょ？しかしこれね、秘密がございます。いきますよ。こちらですね、このような感じでビヨーンと。伸びるんでございます。しかもまあこんな感じでね、細長いやつなんですよ。まだこれだけでびっくりしてはいけませんよ。なんとね、なんとですよ。見ててくださいね。くぎっと、くぎっと。まあこんな感じでね、こっから先っちょね、20センチちょいぐらいがね、ぐにょぐにょ曲がる部分になります。だから細かな場所にね、こう、ちょっとね、ピッと届くんでございますよ。では先ほどのね、洗濯機の横行ってみましょうか。はい、では行きますよ。はい、こんな感じですね。こんな感じで、先っちょがね、うにょんと入ってくるんです。で、またこんな風に斜めに入れてもね、こう、ぐにゃんと、ぐにゃんとね、こう入るからね、どっかね、変な隙間とかもね、お掃除できるわけでございますよ。こういうちょっとしたところもね、掃除がしやすいですね。ふいーんとね。まあ、こちらがね、隙間ノズルとなるのです。まあ、これ使いどころによってはむちゃむちゃ便利ですよね、これ。はい、もう一つのやつがね、ただの延長ホースでございます。まあ、このようにね、ぐにゃぐにゃ曲がるんですよ。ではね、このようにね、接続していただきましてね、そしてこれですね、ただ曲がるだけではなく、少しね、こんな感じでビヨーンとね、伸びるような感じになっております。結構ね、伸びますね。1メートルぐらいいくね、これ。そしてこの先っちょなんですけれども、まあ、このように穴も開いてますよね。これね、付属品がね、取り付けられるようになってるんですよ。今私がこっちに持ってるのはね、純正品のやつですね。純正品のブラシもこのようにね、はい、取り付けることができました。もうそしたらね、こんな感じでね、ぐにょ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 掃除ができると。だからね、さっきはね、こうガンガン当たってて入らなかったテレビ裏もね、もうこんな感じでね、はい、すごいね、お掃除ができてしまいます。もうこうやってね、結構ね、奥の方までね、指を伸ばせるからめちゃめちゃいいですよね。また先ほどの内容を被りますがね、すごい小回りが効くので、ここら辺のホコリもね、ふーっとね、吸い込んで、と。まあ、こんな感じで気軽に掃除機がかけれます。はい、そしてもちろんですね、先ほどの隙間ノズルもね、このように取り付けることができます。まあ、しかし一体ね、この組み合わせはどういうところで使うんだろうね。車掃除とかで便利なのがね、この組み合わせでございます。まあ、これはね、小型のモーターヘッドですね。これでやるとね、椅子の下の方にもね、スコーン入ってね、むちゃむちゃ綺麗にできるような気がします。さあ、奥様いかがだったですか？これむちゃむちゃ便利だったでしょ？これダイソンのハンディタイムお持ちでございましたね。もう絶対手に入れるべきだと私は思っております。ただね、こちらデメリットがございます。まあ、こちらは得意ないんですが、こっちですね。こちらの隙間ノズルの方なんですけども、これね、先っちょ結構細くて、これ、ふさふさがついてるんですよ。ここにね、結構ホコリが詰まります。特に長い髪の毛とか詰まりやすいので、ここはね、定期的に掃除しなければなりません。またこちらですね、今私のやつはね、特に癖はついてないんですけども、これね、結構ぐにゃぐにゃね、曲げ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 やってるとね、少しずつ癖がついていくみたいです。また逆にうにゃ曲げるのにね、少しずつの修正は必要かもしれません。まあただ多少のデメリットはございましてもね、まあ便利なものは便利でございます。さて最後にこちら気になるお値段なんですけども、それぞれで値段が違います。こちら隙間のズルの方なんですけど、こちらなんと5000円。そしてこちらの延長ホースですね。こちらはね、気になる価格3300円となります。こちらは説明欄にあるAmazon のページより購入することが可能です。もしよかったら覗いてみてください。
ただ個人的におすすめするのはね、この隙間ノズルはまあまあ使えるんですけども、ちょっと値段が高い。またちょっとしたデメリットもございますので、もしどちらか買うとしたらね、こちら延長ホースの方をおすすめいたします。以上、ダイソンの掃除機が生まれ変わるぐらい便利になるオプション品2つのご紹介でした。奥様いかがだったでしょうか、私のダイソンオプション品2種の紹介。いやほんとマニアックすぎる紹介ですね。YouTuber としてはね、もっと再生回数の伸びるようなね、なんかね、もっと手軽なやつ紹介した方がいいんですけども、もうこれね、すごい便利すぎて紹介したくなってしまったんですよ。いや何度も言いますがね、このハンディタイプのね、あの掃除機お持ちでしたら、このホースだけでいいので、ちょっと先ほどのページからねご検討ください。では今回関連動画といたしましては、今回のダイソン掃除機のなんかいまいちなポイントをねまとめた動画を作ってあります。もし現在ね購入予定でしたらね、一度こちらの方も目を通してみてください。そして今回の関連しない動画関連しない動画はこちらでございます。こちらね、昨年末忘年会でね、あの瀬戸さんとプレゼント交換したらね、7つ当たったんですよ。むちゃむちゃね、これ便利でした。そちらのレビュー動画こちら貼り付けておきますので、もしよろしければそちらご覧ください。また今回動画だけではね、どうしても表現できない部分がございます。そこら辺ね、ブログの方にまとめてございますので、もしね、こちらオプション品ご検討しているのであれば、説明欄ですね。説明欄の方にブログ記事リンクございますので、そちらも合わせてご覧ください。最後こちら、カズチャンネルですね。先ほどからね、奥様と呼びかけてるんではございますが、なんとですよ、あの女子率がなんと 10% 未満でございます。確かね 9% あるかどうかです。もう少しね、女子率、奥様率を増やしたいんでございますが、空回りでございます。もしね、これを見ている奥様、あなたですよ奥様、もしよろしければこちらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてこういった家庭用品が大好きな男子の皆様、あなた様の登録もお待ちしております。スマホの方はね、上か下の方にボタンございますので、もしよろしければね、勢いでポチッとお願いいたします。ではまた次皆さんお会いしましょう。